僕は喫煙者じゃないですよ。いやでも元喫煙者かな。昔は吸ってたけど、もうやめて4年くらいになりますね。ん？もうちょっとかな。5年くらい？ 4、5年くらいかな。オーバーウォッチの一期のメンバーで入った時は吸ってたかな。多分吸ってないと思う。吸ってなかったけど、やめた時だったからすげえオーバーウォッチの練習終わった後とか、なんか毎日にカップラーメン食ってて、実家にいる時ね、夜な夜な物立てずに1階に降りてお湯沸かしてさ、冷蔵庫の食材とか使えないから自分の貯金崩してアマゾンであれよ、どん兵衛とか30箱入ってるやつ1箱買って、2箱くらいかな、カップラーメン焼きそばのやつと、毎日練習終わって深夜1時くらいにこっそり物立てずにお湯作りに行って食べるっていう毎日。そしたらめちゃくちゃブクブク太ってったわ。ラムちゃんのカリカリ食べてた、そんなこと言ってたっけあ、ラムちゃんに与えてる煮干しちょっと食べたことあるわ、腹減りすぎてラムちゃんさ、いつも夜はケージの中に入れられるんだけどさ、いたずらするから。夜うちのおかんがさ、いつもラムちゃん中に入れるんだけど、ラムちゃん素直に入ってくれないからさ、大好きな煮干し2匹くらい、なんかそのお茶碗の中、ラムちゃん専用のお茶碗の中に入れると入ってくんだよね腹減りすぎてちょっと煮干しパクったことあったわ、ラムちゃん。すごいね。でもうちの母さんとか昔からマジで動物に好かれない体質だったけど、なんだろうね、やっぱ年取ると変わんのかね。動物まあ好きではないかもしれないけど、嫌いでもないと、まんざらじゃないと。いつも餌与えてるからか分かんないけど、うちのラムちゃん母さんに超べったりだし、いつもご飯作ってる時とか、あと自分がご飯食べてる時とかもすげえなんかちょっかい出してる。俺のとこには見向きもしない。多分認識されてなかったと思う、こいつ帰ってきたのかみたいな。俺マジ2階から降りてこないから、1階に降りてくんな言われてたからさ、まあ1階に降りてくんなって直接言われたわけじゃないけどさ、なんか周りの世間に説明めんどくさいからさ、あんま見つかんないようにしてたんで。だからオーバーウォッチしながら配信とかでさ、当時今ほどサブスクライバーの人数とかいなかったけど、コツコツ貯めて2階にトイレ増設しようかなって考えてた。マジガチで考えてた。でも俺だって1階に降りてく時って大体もうトイレとしかないじゃん。トイレと、本当にもっとお金貯まったらもう風呂場とか増設して、もう一生降りないようにしたろって思って、ガチで考えて、トイレはマジでガチで考えてた。そこまで高くないだろうと思って、マジでトイレ貯金始めてたんだけど、まあいろいろあってオーバーウォッチはやめーの、まあ、ストリーマーになりーのでしょ。でそっからあれだよね、 PUBG 始まってからガチで実家の方でもう一軒っていうか、なんか俺専用のなんかプレハブくらいのあれでもいいから一軒家っていうかさ、安いからさ、あっちガチで配信部屋建てようかなってマジ考えてたんだけど、なんかアベマのやつでなんかもう週1くらいのペースで行かなきゃいけないっていう話になって、だったら引っ越した方がよくねみたいな。さすがに週1で東京と岩手往復するのきつくねみたいなちょ感じになって引っ越したんだけど、現状こっちにいる必要ないっていうね現状こっちにいる必要もないんだよね、正直。ところどころまあ外仕事っていうかさ、なんか東京に行ったりっていう仕事はあるんだけど、まあでも今現状岩手に住んでたら間違いなく東京の仕事は行けなかったろうなね。今コロナあるからね、言うて外仕事を何個か入ってるけど、でもタクシーとかで行くわ多分。電車乗らない俺は。もう結構多分お金かかるけど、
仕方ないかなと思って。実家でも規制上げれますか？どうだったかな、開けてたんじゃないかな、深夜。忘れたわ。いつ俺は岩手帰れんの？いつ帰れんの俺岩手に。無理かな、帰れない。もしかしてお盆の日もさ、じいちゃんの夢見るしさ、死んだ。マジ絶対帰ってこいって言われてんじゃんね、あれ。てめえあんだけ高校送り迎えしちゃったのに、もう帰ってこねえのかよって。俺アイリスさんに提供してもらったソファーの上でちゃんと手合わせてさ、千葉からちゃんと祈ったわ。ごめんなじいちゃんっつって。でも今コロナウイルスって言って東京から岩手帰ったやつはやべえからよって、岩手の人たちにコロナうつせねえから帰れねえんだって。アスパラ畑ガチで燃やされそう。マジで知事がさ、確か大学かどっかそういう勉強してたんじゃなかったっけ。そのなんかそういうのを前聞いた気がするんだけど、違ったっけ。タッソ知事なんかウイルスかなんかに対しての勉強とかすごいしてて、だからコロナが流行りだした時もすごい対応が早かったみたいな、徹底してたみたいな話聞いたんだけど、コロナの勉強もそうだけど、多分それ以前に多分なんだろう、ジョンズ・ボブ・キンス大学ってのはやばいんすか？ジョンス・ボブ・キンス大学ってやばいやばい。もうレディアント、レディアントっすか、もしかして。バロラントで言ったら世界屈指の医学部を有するアメリカ最大難関、最難関大学の一つだったよ。最強じゃねえか。やばくない、ここ出てるってすごくね。レディアントだね、間違いなくレディアントだね。これは世界屈指の医学部を有するアメリカ最難関大学の一つ。てかそもそももうここがあれじゃん、今コロナのウイルスの分析とかやってんじゃん、めっちゃ記事出てんじゃん。じゃあタッソ知事英語もペラペラってことなのか、すげえな。やべえ、俺握手しちゃったよ。これからよろしくねって言われた、肩ポンって。これからもどうぞよろしく、よろしくってポンって。でもね、なんかね、すごい話してみた感じすごい、なんか副知事もそうだけど、知事もなんかね、なんつうんだろうな、いろんなことになんかすごい興味を持つっていうか、行動力がすごい。 C4 ランとかで話したけど、e スポーツとかもなんかこれからそのなんか地域の活性化とかで e スポーツとかも携わっていきたいみたいな。なんか普通さ、なんだろう、結構こう年配の方ってやっぱね、 e スポーツ何やそれみたいな、ちょっと調べるのと結構こう煙たかったりすんじゃんね。わざわざこう C4 ランとか出向いてきて調べてすげえなって思ってたわ。結構今東北多分全体が、まあコロナのあれもあって多分ないけどね、前回俺秋田も行ったけど、東北全体が結構今 e スポーツで結構やってこうぜみたいな感じに多分なってるから、コロナがなかったら結構イベントバンバンあったんじゃないかなって思うんだよね。多分秋田でやったようなやつが今後多分東北でね、点々とあるんじゃないかなって思ってたんだけど、次は岩手かなって思ってたんだけど、結構秋田のやつもね、秋田でやってたけど岩手とかから来てくれた人もいて、人多かったしね、会場結構いたんじゃないかな。来年あたりにはね、落ち着いて仕事があればいいんだけどな。宮城とかでやったらすごいいっぱい来るんじゃない、仙台とかでやったら。そもそも東北自体のイベントがね少ないっていうのもあるけど、多分みんな電車じゃないからさ、東北の人たち多分車で来るから、割と隣の県とかくらいだったら車で来るんじゃないかなっていう。結構東京の人たちとかって結構イベントバンバンやるから、なんか次行きゃいいやみたいな感じだけど、東北ってそんなにイベントないから、マジでその日は絶対行くみたいな。
結構地方は多分結構そういうの多いと思う。愛知とかでもやった時もすごかったしね、びっくりしたわ。あのエディオンさんとか吹き抜けの2階とか3階までこうなんかずらーっていっぱい人いてすげえことになってた。正直ね、まあそこまでアクセスは良くなかった。エディオンさん、あの駅からも遠いし結構アクセス悪いなと思ったんだけど、結構みんな車とかあとこう普通に歩いて来たりとかして、めちゃくちゃあの時すごかったな。 NEF もすごかったけど、あれ会場は500人くらいのあれだったけど満杯になって入れなくて帰った人も多かったって話だったけど、個人的にはエディオンさんがすごいなんかすごかったなって思ったわ。あのアクセスですげえなっていう、吹き抜けの2階3階がこうみんなこう手すりから見てるみたいな。NEF もすごかったね。あれね、会場入れなかった人申し訳なかったなと思うけど、そこまで集まるとは正直思わなかった。 NEF みたいなイベントまたやってみたいけどね。なんかもう少しこうキャパを広げてどれくらい人が集まるのかっていうのをちょっとね、なんか見てみたいよね。なんかそのソフマップさんとかさ、秋葉原のソフマップさんの会場とかでやるっていうのはちょこちょこあるけどさ、そこは結局やっぱり入場制限設けられてるからさ、どれくらい集まるのかなっていう、正直ちょっと見てみたい。沖縄イベントはね沖縄イベントもまた延期になったじゃないですか。なったんすよ、コロナで。4月ん、いつだったっけ実際やるの。4月か5月くらいに1回入ってたんだけど延期になって、でまた落ち着いた頃にちょっとやりましょうかみたいな、7月8月くらいあったんだけど、また延期になってなんならもう一回そのやるっていう話になってたから、その俺とね、そのこっちにいる側はちょっとズームで映像だけ送って、あのニュースとかでもあるじゃん、その現地にいない人はさカメラの映像送ってさ、あれをもう会場で流してやりましょうみたいな話になってたけど、でもそもそも沖縄もさやっぱりすごい出てきてるから、もうちょっと落ち着くまでっていう話になったっす。もうダメだって、俺だって沖縄行きたかったよ。まあでもイベント行くならあれだよね、やっぱ落ち着いてから行きたいよね。なんか会場行ってもズームの映像が流れてるって言われてもちょっとね、まあ実際実物が見れた方がいいよね。ズームの件も流れましたね。流れたっていうか、もうその結局現地でその映像を映し出すためにその会場でセッティングする人たちとかもいるし、そもそもそこに集客するお客さんもいるんだけど、やっぱ今コロナがね増え続けてるじゃないですか。沖縄のイベントは配信考えてないっていうあれだったんで、あのデトネ塾かな、デトネ塾自体が確か配信はなしで、実際に聞きに来た人だけにしか聞けないような内容を話すみたいな、そこら辺でちょっと多分プレミア感出してるっていうか、そういう感じかな。市民が安全圏からうんちパクパクではお聞きくださいっつ、うんちパクパクパラダイス、俺らは何しに沖縄に見に来たんだ。まあ来年に行きたいっすね。今年いっぱいはちょっときついんじゃないですか。まあでも別にコロナが流行ったからといって俺自身のねそもそもの普段の配信が減るわけではないんで、そこら辺はまあ職業柄良かったなっていうところではあるんだけど、まあそのイベントがいけないのがちょっと残念かなっていうところなんだけど、ただまあ普段の配信がね、まあ一応メインなんで
まあぶっちゃけ背景変えてさ、ステージ上でやってもバレなさそうだよね。今日は、秋葉原の UDX でやってますやつ。だってガチでこの今の背景俺引っ越したと思ってる人いるんでしょ。たまにいない、なんかガチっぽそうなコメントの人。アルティメットチンポさん5ヶ月目じゃなくて5人かでサブスキプされてます。アルチン生きてたんかお前。できる俺もう返金対応しようとしてたけど、てんのかよ。封筒に5000円くらい入れてアルティメットチンポ様って作ってた。あとはもう送るだけだな。住所教えてほしい、パイになったらアルティメットチンポ様っていう名前で出すわ。アルティメットチンポ様のお宅でしょうか。郵便物が届いてます。